すごいぞ弟よ。まさかここまでとはな。ああ、想像以上だ兄さん。弟よ、これを飲めば求めていた力が手に入るぞ。え、これ飲むの？ああ、飲みやすいようにいちご味にしておいたぞ兄さん。これならいけるぞ。俺の頭脳とお前の筋肉、最高の知力と最強の肉体を求めた俺たち兄弟がその力を合わせれば地上の全てを征服し王になれる。すごい。いいぞ弟よ、数万人は死んだ。兄さん、これだ。これこそ俺の求めていた最強の力だ。緊急避難警報です。 D 市に巨大生物が出現しました。巨大生物は B 市に接近中です。緊急住民は至急避難してください。繰り返します。ケチらせ、見せつけてやれ。俺は最強の男、俺は最強の男、俺は最強の男。どうだ弟よ、最強の男になった感想は？て、誰かのってる。パンツ履けよ。肩に乗ってるやつを殺せ。どうしてこうなった。俺はただ強さを求めていただけなのに、やっと最強の男になれたっていうのに。誰だか知らんが、お前のせいで兄さんが死んだ。俺たち兄弟の力。俺は最強だ。だから何なんだ、だよな。圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。